成功へと続く唯一の道をご存知ですか？それは地道です。なんだと思うかもしれませんが、地道を侮らないでくださいね。日本を代表する経営者の稲盛和夫さんは言っています。成功に至る近道などありえない。情熱を持ち続け、生真面目に地道な努力を続ける。このいかにも愚直な方法が、実は成功をもたらす王道なのである。成功したい、早く目標を達成したいと思うと、私たちはつい近道、裏道、抜け道はないかなと探してしまいがちです。ビジネス、英会話、ダイエット、どんな目標でも早くゴールにたどり着きたいのであれば、亀のようにゆっくりでも確実に一歩一歩地道に歩みを進めていくことが一番の早道なんです。このことは京セラ、 KDDI という数兆円規模の2つの会社を築き上げ、経営破綻した JAL を再建した稲盛和夫さんをはじめ、歴史上の多くの偉人が証明してくれています。地道という成功に通じる王道を歩いていきましょう。